はい、こんばんは。KTC 放送局の健太店長です。朝見てくださってる方おはようございます。ちょっとごめんなさい、暑いんでドライかけます。暑いわ。はい、すいません。ですね、まあ、そうだ、最初に言っとこう。先日ですね、久しぶりに実家からのピエロマスクを持って帰ってきて、ピエロマスクかぶって動画撮ったんですけども、コメント欄にですね、ピエロ恐怖症の方がですね、いらっしゃいまして、怖くて画面見れませんでしたっていう方がいました。すいません、申し訳ないです。もう、ちょっとね、確かにピエロ怖い人いっぱいいるの知ってたんですけど、すっかり忘れてました。全然気にしてなくて、ピエロで撮っちゃいました。ちょっとしばらく封印します、ピエロは。はい。すいませんでした。ご迷惑をおかけした方々。はい。ただ、あと2本ピエロのなんかお面かぶって撮っちゃってるんですよ、動画。しかもすげえ長い、真面目な動画。うん。それだけちょっと申し訳ないんですけど、今後出すんで、その時はちょっとまあ、サムネでピエロが見えたら音声だけ、音声だけで楽しんでいただければと思います。はい。あと宣伝させてください。動画の概要欄にですね、まあ、公式 LINE、Twitter、プラスアルファですね、まあ、T シャツとかオリジナルグッズの、販売している URL と、あと LINE スタンプね、オリジナル LINE スタンプの URL 載せてますんで、よろしければチェックしてみてください。はい、というわけでですね、動画の内容に入っていきましょう。今日はですね、ジムあるあるですね。トレーニングジムあるあるです。はい、最近ね、もうものすごい、もう本当に目に見えて、とか手に取るように分かるぐらいフィットネス人口が増加してますね。僕が昔から通ってた市営のね、市がやってるスポーツセンターとか、昔閑古鳥がね本当に鳴いてたような場所も久しぶりに行ったらバカみたいに混んでました。うん、何回か行ったんですけど、何回行っても混んでるっすね。すげえ増えたなフィットネス人口と思って、まあ嬉しいですね。オリンピック効果なのかね、なんか筋トレ YouTuber たちがいっぱい出てきてね、まあそういう影響なのかな、わかんないですけど、とにかくね、フィットネス人口が増えました。うん。いいことですね。もともと日本でボディメイクとかそういうね、なんだろう、そういう分野においてはすごい遅れてたんで、うん。まあ一流の人たちはね、また別として、そういう一般人まで、なんかあんまりボディメイクって、落ちてきてなかったですよね。もう最近なんか結構本当にね増えて嬉しいです。うん、で、そこでねちょっとジムあるある、うん、ということでね、まあジムのマナー、うん、ジムあるあると、うん、ジムのマナーみたいな、ちょっとそういう動画がやりたくて、まあやっぱりその人が増えるってことは、まあマナーの悪い人もねやっぱ増えますし、同時におかしな人も増えますし。ね、みんながみんなマナー良くてね、いいお客さんばかりじゃないですから、まあ、この動画をもしね、まあ、見てビギナーさんとかがね、あれダメだったんやとかね、そういう風に思っていただけたらなと、うん、あとね、まあ、ベテラントレーニーの方はあるあるそういう人いるよねっていう、ちょっとそういう共感が得られたらなと思って、まあ、ジムあるある&ジムのマナーみたいなね、感じの動画に今日はなってます。はい、まずね、僕最近すごい感じたのが、まあ、まとめたんですけど、メモ帳に。これあるあるでね、アイムボディジンさんいるじゃないですか。すーげー体してるね、アイムボディジンさん。もう有名なね、人気筋トレ YouTuber さんですよね。まあ、プロになったのかな？はい。まあ、すげー体しててね、いろんなトレーニング動画出してるんですけど、ジンさんがトレーニング動画出すじゃないですか。このトレーニングいいよみたいな。もう次の日、もうむちゃくちゃその種目取り入れてる人が多いですね。本当に。ジンさんの影響力ってすごいなって思いました。アイムボディジンの動画でね、なんかもう説明というか紹介されたトレーニング、次の日マジで取り入れてる人多いからね。本当に。うわー、取り入れてる取り入れてるっていう。特にね、若い子たちが多いですね。フィジーカー目指してるっぽい感じの、なんかあんまり足はとか鍛えてなくて、まああんまりそこまでのなんかバルクを求めてないけど、なんか結構カットね、出して、頑張ってる若い子たち。うん。まあおしゃれな子たち多いですね。ジンさんの動画見てるのかな。やっぱジンさんかっこいいですからね、顔。ハンサムだし。うん。だそういうフィジーカーとかに憧れてる人、まあ、ジンさんはもうフィジーカーっていうかね、ボディービルドやっても全然ね、あれですけど、まあ若い子たち人気なんでしょうね。
取り入れてる方多いですね。フラットベンチっていうかね、なんだっけ、インクラインつけられるさ、アジャスタブルベンチャー系なんだっけ、わかんないけど、角度つけられるベンチでね、よくこのサイドレイズの中の上にあるやつとかね、リバースグリップとかね、もうジンさんがリバースグリップええでって言ったら、もう速攻、次の日もすみすましい、めっちゃ混んでたもん。リバースグリップやってるとめっちゃ痛からね。リバースグリップ初心者がやると危険なんでね、気をつけてください。はい。まあ、ジーンさんの影響力すごいなっていう、最近のなんか僕あるあるだなって思いました。はい。でですね、これも最近のあるあるなのかな？インスタグラム流行ってるじゃないですか。これ僕自身はまだこの目で見たことはないんですけども、まあ、リスナーさんがこの間、言ってたんですけど、まあ、なんか、バシッと、まあ、バシッてわかんないけどさ、まあ、なんか、それらしい格好したお姉さんが来たんですって。そしたらば、自撮りだけして帰ってったっていう なんかそんなお姉さんがいたらしいんですよ。はい。インスタグラマーなんですかね。よくわかんないですけど、ね、インスタグラム用の写真なのか、ジムに来て、それらしい格好して写真だけ撮って、スタスタ帰ってったみたいな、何もやらずにね。さあ、これ今時だなと思って、僕は見たわけじゃないからわかんないけども、もしかしたらね、インスタグラムとかじゃなくて、僕、これ、彼女に言ったら、それ不倫のアリバイ工作じゃねえかっていうふうにも言ってましたけども、まあ、いろいろ想像して取れますけど、まあ、これも今時ですよね。昔だったらそんなん絶対ないからね。それか、まあ、写真だけ撮って体調悪かったのかもしれんけどね。あるあるなのかな？あるあるなのか、まあ、これはあるあるではないかな。はい。これでもね、お姉さんつながりで、僕、ちょっと自分だけのあるあるなのかな？これもしかして共感得られる人いるかな？俺だけかな？ちょっと変わってるかもしれないんですけども、僕、自意識過剰なんですよ。俺ね、すごく自意識過剰で、ポジティブな方の自意識過剰だったらね、例えば、ジム行ってトレーニングしてて、お姉さんいます。鏡越しにね、うわー、俺のことめっちゃ見とる、あいつ俺に惚れたんちゃうかなとかね、そういうポジティブなまだ自意識過剰だったらまだいいんですけど、僕、ネガティブな方の自意識過剰なんですよ。例えば、大体ジムって、まあ、壁って鏡張りのとこが多いじゃないですか。まあ、前面とは言わなくても、まあ、何面かは鏡が貼ってあって、まあ、トレーニングのね、姿っていうか、フォーム見ながらトレーニングできますよ、みたいな場所が多いと思うんですけども、まあ、僕がじゃあ鏡の前でトレーニングしてるとしましょう。で、例えばね、僕がじゃあここでダンベルカールやってます。僕の斜め前とか、僕の前にじゃあラックが並んでたとして、後からお姉さんがじゃあそこで、まあ、ベンチプレスとかね、スクワットしに来ました。僕ね、もうね、前向けないんですよ。はい。どういうことかというと、まあ、僕はもう当然自分の体を見てね、筋肉と会話しながらトレーニングしてるんですけど、もしかしたらあのお姉さん、やだ、あいつ鏡越しに私のこと見とるみたいな、ダンベルカールするふりして、こうやってやってるふりして、こうやって右のカールした時に私の方を見てるみたいな勘違いをされたら僕嫌で そんな風に思う人あんまいないかもしれないけどね、なんか見てるって思われるのがすごい僕嫌なんですよ。例えば街歩いてて、まあ本当にね、スカート短くて、うわ、なんかね、下着見えちゃうんじゃないかなみたいな人が歩いてるとするじゃないですか。もう絶対そっち見たくないんですよ、俺。うわ、あの人私のなんかスカートの中のぞこうとして見てるみたいな勘違いをされたら嫌だから、だからそっち方面見れなくなっちゃうんですよ、僕。そっち方面に用事があっても見れないんですよ。うわー、そっち方面の信号見てえけども、みたいな。なんかスカート短いやついるし、勘違いされたら嫌だから逆向いとこう、みたいな。これがジムでも僕発動しちゃって、女性がいる方向を見れないんですよね。トレーニング中も、ジムのまあ器具移動中も。だから、僕が行ってるジム、テレビが2個ね、壁についてるんですけど、テレビ見たいのに、要はお姉さんがそのテレビの下とかでスクワットやったりとか、なんかやったりすると、そっちのテレビ僕見れないんですよ。あいつテレビ見ようとしてるふりして私のこと見てるみたいな風に思われたら嫌だから、見てねえよって言いたいけど、急にね、あ、見てないっすからって言ったら、いや、おかしいじゃないですか。何も言ってないんですけど、みたいになっちゃうし、ね、まあ、勘違いしやすい女性って結構いるじゃないですか、実際に。僕、結構そういう人見てきたね、実際に自分の周りで。いやいや、お前それ勘違いやでっていう、いるじゃん。いるでしょ。それがジムで言ったら怖いなと思って。で、特に、
ジムってもう自分に自信がついてくるとね、そのボディメイクして変化してくるとやっぱ自分に自信が持てるわけですよ。すごく素晴らしいことなんですけども、だんだん露出度が高くなってくるね、お姉さんとかいるわけですよ。通い始めはね、ちょっとわりかし普通のトレーニングウェア、ショートパンツにしたなんかちゃんとスパッツレギンスみたいなの履いて、な上も普通の長袖とかねジャージ着てたのに、だんだんボディメイクして体が変化してきたらすげえ露出度高い服とか着てくる人いるじゃん。でもいいんだよ、いいけどさ、いいんだけどなんかね、俺なんかこんな見てくれたからね、顔が痴漢みたいじゃないですかね、もう歩く痴漢でしょ顔がね、だから視界に入れるとなんかね勘違いされそうで嫌だから、僕だけのあるあるなのかもしれないんですけども、女の人がいる方を見れないんですよ、まるっきり。時計が見たくても時計見れねえんだ俺だから、まあ、携帯で見ればこと足りるんですけども、だから僕もしかしてジムでゲイだと思われてるかもしれないですね。男性の方向ばっかり見てるんで、女の人の方向は見たくないんで、もう視界にも入れたくないんで勘違いされたら嫌だからね、だから男性の方向ばっかり見て、前に女の人がいたら普通カールとかねこうやってやるはずなのに、こうやってってやってるから、あいつ なんていう方向を見ながらカールしてるんだみたいないやあいつただものじゃねえぞみたいなね、ただね、まあ、僕だけのあるあるかな。はい、なんか女性がいる方はねジムで見れないんですよね。なんかねこれ本当に嫌ですね。だいたいマシンって向かい合ってる場合とかもあるんで、前でね誰かお姉さんとかがなんかねクランチとかやってると、その逆側で僕がね、例えばラットプルとかね、やりたいとくて もう下向きながらラットですよね。首が最近おかしくなるのかなっていう、はい、これ僕だけですかね。まあこれ共感した方いたら共感しますって言ってくださいはいねはいですね。あとねこれはもうマナーにもかかってくるんですけど、これは多分どこの時代もどこのジムでも一緒ですね。拭き忘れですね。器具の拭き忘れ、これむちゃくちゃ多いっすね。まああるあるというかこれマナーなんですけど、まあ自分が使った後の器具はね、基本的にはやっぱりその汗をね、備え付けのタオルとか、まあ近くにタオルが大体ジムは100、いや 90% あるんで、どっかしらにはね 100% あるかな。基本的には使用し終わった器具はまあ拭いて、次の人に気持ちよく使ってもらうっていうのがね、まあジムのマナー、暗黙の了解っていうかもうルールですよね、マナーというか。なんだけどもやっぱりトレーニングに集中しすぎちゃってるのか忘れる人が結構多いんですよね。でもね僕は本当に自意識過剰っていうか結構なんか人の顔を伺っちゃうんで、うわ拭き忘れてると思っても次のとこ行って、でもなんか露骨に拭くのもな、なんかうわ俺のことめっちゃ汚いと思ってるとか思われても嫌だしねえ。一人でいる時なんかねまあ言えないけど、誰かと一緒にいる時は例えば隣の器具を拭き忘れてる人がいたら、その連れと一緒に、おいちゃんとあれだぞっつって、トレーニング終わったら拭かなきゃダメだよ忘れんなよっつって、わーちょっと大きめの声で言って注意を促すっていうね技を使ったりしますけど、大抵ねその器具拭かない人って確信犯なのかな、連続して拭かないんですよね。次んとこも拭いてねえよあいつみたいな。いやー一回だけ忘れたんじゃなくてその後も拭いてないから、自分の汗は綺麗だと思ってるのかもしれないね、もしかしたら。それがそういう性癖なのか知らんけど、いやそのルール知らないんじゃないんじゃないのっていうね、人がいるかもしれないんですけども、今ね大抵のジムが、まあ、僕が行ってるとこは絶対なんですけど、市営のスポーツセンターも最初に初めて使用する方にはね説明があるんですよ、ちゃんとルールのね。使用した後は器具ちゃんと拭いてくださいねとか。で、会員制のスポーツセンター、スポーツセンターじゃないや、トレーニングジムはもうもちろんですよね。まあ、どこに、そこかしこに拭いてくださいねって書いてあるし、まあ、最初の事前説明でも基本的には説明されますし、知らないはずないですからね。なんでまあ、確信犯なのかな、わかんないけど、たまにね、忘れちゃう時あるかもしれないんですけども、毎回忘れてるやつはわざとやってるんじゃないかなとは思うけどね。やっぱあれあんまりいい気分しないんで、汗びしょびしょのね、とことか見るとね、うわーこれ座るんかいと思ってね、だからやっぱ汗の拭き忘れはちょっと皆さん気をつけてください。これ当然なんでね、これ社会人サラリーマンとかその辺の普通の社会人で言ったらこれ挨拶と同じレベルです。これ
できて当たり前のことなんで、汗拭くのってね、やったから偉いとかじゃなくて、本当挨拶と一緒でできて当たり前です。はい、できて当たり前のことができないとものすごく評価下がるんで、拭いてくださいね、これ。はい、あとね、これ僕最近すごく気になるんですけど、トレーニング器具のね、騒音ですね、騒音、音、はい。どういうことかって言いますと、正直ね、デッドリフトとかベンチプレスとかのパワーラック使ってる時に、ガチャーンって下ろす人いるじゃないですか。俺これ別に全然いいな、別にいいっていうか悪くないとは思うんですよ、俺。デッドリフトを引いてジャーンって下ろしたりとか、これは別に俺批判はしないです。まあ何せパワーラック使って、その特に高重量扱ってる時、引き切ってね、下ろす時にゆっくりね、そっと下ろせっていうのはって正直もう無理な話ですしね。100キロ、200キロ扱ってゆっくり毎回下ろせよっていうのは、もうネガティブみたいになっちゃうからね。それはちょっとまた、行き過ぎの、なんか、行き過ぎかなって思うんですよね。ガチャンガチャンやらないでねって、昔言われたことありますけどね。僕の連れがデッドリフトやってて、って、かなりの高重量引いて、ガーンと下ろしたら、すいません、ちょっと静かにしてもらっていいですかって、ジムのトレーナーから言われたことがあったんですよね。いやでもどうやって下ろすんですか逆に言ったら、いやもう静かに下ろせない重さはやらないでくださいみたいな、それトレーニングになってないんでなんてね、話になって、ちょっとなんかちょっとした口論になってましたけど、連れとね。まあそのジムのルールだったらしょうがないけど、なんかそれはどうなのかなって俺自身は思いますけどね。静かに高重量下ろすって結構厳しいですよね。だからといってそれがトレーニングになってないかといったら、なんやそれもなんかおかしいし、高重量扱ってる時とか俺しょうがないんじゃないかなって思うんですけども、僕が今この騒音気になるなって言ったのは、全然関係ないところでガチャンガチャンやるやつがいるんですよ。どういうことかというと、プレートつける時とかね、例えば5キロとか10キロのプレートつけるときも、バチャーンってつけるやつがいるんですよ。マジで。ガーン、ガーンって、すげえこれがうるさくて、近くにいると。何こいつ怒ってんのっていう。俺、誰か怒ってるやつがいると、俺までイライラしちゃうからさ。なんかわかるでしょ？そういう感情で伝染するじゃないですか。こいつ何イラついてんのみたいな。多分テンション上がっちゃってんのかわかんないんだけど。でも、高重量やってる時にテンション上がるんだったらわかるけど、プレート5キロとかね、10キロの付け替えの時にガシャンガシャンなんかやるのって、なんか自分のただストレス発散してるだけみたいなね。そいつね、ベンチ、フラットベンチじゃねえや、なんていうのそういうの。ほら、なんていうんですか、角度つけれるさ、ベンチ台のこと、インクラインベンチって言わないんだよね、あれ。インクラインって角度つけるね、あれのことは、アジャスト、テーブルベンチっていうのかな、とにかくね、インクラインダンベルプレスとかやるね、あるじゃないですか、ベンチが。あれの角度調整するときはバーンバーンってやるんですよ。で、戻すときも、こうやって引いて離すとバーンって落ちるんじゃないですか。そういう風に戻すんですよ。いや、それはわざわざダメージ与えてるね、ようにしか見えないなと思って、あれはなんか俺気に入らないとかちょっと嫌ですね。実際結構ジムのマシンって、毎日のようにジム行ってると分かるけど、扱い雑だとね、ダメージ受けてるんですよ、結構。で、僕実際使おうと思ったら、壊れてしまって、使えなかったってことも結構あるんですよね。自分が行ってたジムで、本当に、あれ、ガンガン戻すとね、思ったよりかダメージ受けるわけですよ。別にそっと戻せるやつはそっと戻したらいいのになって思うんですよね。結構ね、俺それ使えなくてイラついたことがあるんで、まあ、なんか、高重量とかね、パワーラックで高重量とか、シャフトがね、あのラックに当たるのは、それはまあしょうがない音だし、ね、ジムの正直、自然音というかね、生活音みたいなもんですから、まあしょうがないかなと思うけど、わざとね、なんか音を大きくバンバンやるのはね、付け替えとかね、角度の調整の時とかに、それはなんかちょっと違うかなっていうふうに思うし、いらないよね。結構多いんだよ、本当に。それはだからやめた方がいいかなとは思います。はい。で、これ、音に関してはね、プラスアルファ社の、おたけび？はい。結構最近いろんなジムで、注意書きありますよね。ジムは自分のお家じゃありませんよ、みたいな。みんなの場所です、みたいな。あなたのジムでもありますが、みんなの場所でもあります、みたいな。
大きい声を出したりとかね、するのは控えましょうみたいなね。これ難しいっすね。ジムのマナーでこれ難しいっすね。やっぱり、とかね、言うと、やっぱりパワーって出るもんですよね。なんかよくわかんないですけど、まあ息を吐くね、あれと連動してるのかわかんないけど、やっぱ、とかね、とか言うと、まあなんかもっとワンプッシュ、ツープッシュできたりする場合があるんで、全部を全部ね、これをちょっと注意しちゃうのはどうかなとは思うんですけども、ただ本当にジム中に響き渡るようなおたけび、昔のジムはよくいたんですけど、最近もたまにいるんですよ。イヤホンしててもうるさいぐらい。俺イヤホンして音量マックスにしてでも、そのおたけびが聞こえるぐらいのやつがね、たまにいるんですよね。これ CA のスポーツセンターの方なんですけど、それはちょっと、出しすぎかなとは思いますよね。頑張ってるんでしょうけど、僕まだイヤホンしてるからいいけど、あれイヤホンしてない人多分相当うるさいぜ。なんかやっぱ節度を持つのは必要なのかなと、ある程度はね、うめき声とかうーって力む声はしょうがないかなと思うけど、あれはおたけびだからね、本当に。まあそこはちょっと難しいですね。限度があるのかなっていうふうにも思いますけど、まあでもね、トレーニングで自分との戦いなんでね、やっぱりどうしてもちょっと周りが見えなくなっちゃう人っているんだよね。はい。ですね。意外と長い動画になっちゃったな、これ。でね、これもう最後にしよっかな。全部紹介しきれないけども、最後にですね、携帯電話の使用マナーっていうか、これあるあるっていうかね、結構ほら、マシンとか、まあ、パワーラックでもなんでもいいんですけども、要はインターバル中にスマホいじる人いるじゃないですか。これね、難しいんですよ。過剰な人がいるんですよね。やたら過剰に反応するやつ、スマホやめなさいとかね、実際注意して、中学生高校生が注意されてるとこ僕見たこと何回かあるんですけど、難しいんですよ、これ判断基準が。確かにね、5分10分ずっとスマホいじってね、なんかもう、ね、なんだろうな、どかないってのはちょっとあれだけど、ただ、インターバル中に別にスマホ見る分には何にも問題ないと思うんですよ。だって、もともとどうせそこにインターバル中座ってるだけのね、座ってるか携帯見てるかの違いだから、まあ、そのマシンにいる時間は変わらないんで、インターバル中に別にスマホいじるのは、別にダメじゃないかな。例えば音楽変えたいとかね、まあ、ね、例えば携帯のメモ帳にその回数記録してる子だっているし、実はからもう頭ごなしにスマホいじってるからって注意するのはちょっと違うかなって、結構いたんですよね、前のジムに。そいつ自体ちょっと小うるさいおっさんだったんだけど、いろんな人と揉めてたから、スマホいじり出した瞬間にちょっとそれスマホ やめなさいみたいな。で、だんだんそれでジムのね、トレーナーもそれ言われてから、もうジム、なんつうの、マシンに座ってるのスマホをいじらないでくださいなんて張り紙しちゃって、まあ日本得意ですよね。一人クレーマーがいるとそれに合わせて張り紙しちゃったりするんだけど、まあ、音楽変えたり記録つけたりとかね、あと例えばトレーニングのフォームとかをね、最近チェック、ググったりとかしながらやってる子もいるのよ、実際。だから、スマホいじってるからってだけで頭ごなしに注意したりとか、あいつ、あ、ほんと邪魔だなとかね、どけよとかね、遠回しに言ったりする人いるんだけど、それはちょっと違うかなっていうふうに思いますけどね。インターバルも人と、それぞれだからね。5分インターバル取る人もいるもんね。だって、変な話、神経系のトレーニングとかだったら、インターバル10分とか取る人ってね、本来いるからね。まあそういう人はちょっと混んでるところはちょっと合わないのかもしれないけど、まあ難しいですよね。だからちょっとね、なんか、杓子定規になりすぎたりしてる人とか、ちょっと神経質すぎるなっていう人はね、もう少しおおらかになってもいいのかなっていう、ジムなんでね。まあ日本のジム狭いんで、基本的に。器具がそんなにね、揃ってないんで、ベンチだったら1、2台が大体ね、定番なんで、確かに1個ね独占されちゃうとちょっとね、まあ、自分のルーティンこなせなかったりとかねしたりしてイラつくのは分かるんだけど、だったらもうちょっと高いとこ行くしかないですよね。だからあんまりね、ちょっと安いお金払って CA のスポーツセンターとか、ちょっと安めのねジムとか通ってる場合ね、そういうトレーニーは
俺そんなにうる小うるさく言っちゃいダメなんじゃねえかなって思うんですよね。まあ、まあ、これ人それぞれの価値観で難しいですけど、本当に俺だったらもう少しお金払って高いとこ行きなとかね、プライベートジム通いなっていうふうにもう思っちゃうんですよね。音がうるさいよとかね、うるさすぎるのは注意しなきゃダメだし、マシン独占してね、ずっとスマホいじくりまくってなさとちょっと使ってもいいとかね、それはいいかもしれないけど、許容範囲のやつはちょっとね、全部が全部注意したらちょっとなんか違うかなとは思いますね。うん、難しいですけどね。はあ、まあここら辺はなんかうまいこと やったらいいかなと思いますけど、みんなねストイックだからね、ジムに来てる人たちはね。はい、僕がちょっとね、マイルドなんでしょうね、多分甘いから、うん、まあそんな感じで、まあできればね、僕はそのジムがなんか平和に、回ってくれればいいなと思ってて、まあマッチョへの偏見ってやっぱあるじゃないですか。なんかマッチョってな、やっぱコールセナとかさね、マッチョってコミュ障多いなとかね、自分の世界ルール持ったやつ多いなってね、結構思われちゃうじゃん。なんかね、すごい体したやつがさ、中学生とかにさ、スマホやめなさいよとかね、音うるさいよとかさね、いろいろごちゃごちゃ言ったりとかさ、うん、ね、そうするとわ、なんかやっぱマッチョってコールセナーとか思われてもしても嫌だからね、うん、難しいっすね、うん、まあ、そんな感じでみんなうまいことやってね、せっかくまあいろいろジムに、まあ、来てくれてるし、フィットネスね、人口増えてるし、いい流れじゃないですか。だからまあみんなで平和に使いましょうと、うん、ちょっとねたまにはなんかイラッとしても自分が我慢するっていうのも必要かなと、うん、これはまあ正直トレーニング、まあ、ジムだけの話じゃなくてね、外の世界でもそうですよね。ちょっとのことでイラつくやつが多すぎるなっていう、ふうに思います。まあ、何でも店員さんとかお店側が飲んじゃう時代だから、日本はね、まあわがままになっちゃってるんでしょうね、日本人時代が。はい、というわけで、まあジムあるある、軽くやりました。はい、もう僕ね今日お腹痛くてね、久しぶりにねトレーニングのね、あのセットの途中でね帰ってきちゃいました。あまりの腹痛で3頭やってる時に、まあ、トイレ行こうかなと思ったけど、もうカフェインも切れる時ギリギリだったし、正直カタボリックに入る時間もギリギリだったんですよ。今日2頭3頭やって、2頭筋しっかりやった後の3頭だったから、だから帰ってきちゃったよ、うん、あまりの腹痛さに。多分これ20分30分これ多分ベンチこもるなと思って、確実にその後カタボリック入るしカフェインも切れるやろうなと思って、もう今日は切り上げちゃいました。はい、というわけで、KDC 放送局の健太店長でした。さよなら。